皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、4月のお気に入りをご紹介させていただこうと思います。まあ、4月のお気に入りといっても、今回ね、ずっと家にいることがほとんどだったので、おうち時間を私の中で有意義に過ごせたアイテムたちを、選んでいます。まあ、なのでこうお気に入りっていう形だけど、おうち時間をどう過ごしてるかのお話とかも一緒にしていけたらいいかなと思います。ということで、最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。これにしようかな。じゃあまず、はい、これね、 AirPods ですね。これケースに入れてるんですけど、私なんで AirPods がすごく使えたのかっていうと、家にいることが増えた分、まあ、動画見たり、まあ、YouTube、まあ、あとは Netflix とか Amazon プライムとかよく見ることが増えたんですね。でその時に、まあ、音を出しっぱなしで見ることも全然いいんですけど、私の場合家が実家なので、いろんな音が入ってくる、プラス自分の音だけが周りにこう出ちゃうじゃないですか。だから、まあ、イヤホンとかをつけて見るようにはしていたんですけど、でもある日 AirPods じゃなくって、もともと iPhone を購入した時についてくるイヤホンで見てた日があったんです。でもそれでやってたら、その AirPods の感覚がにじみついちゃってて、急に何かしなきゃと思って動画見てる途中に思い立った時に、すっかりイヤホンだったのを忘れてパッて立っちゃったんですよ。その時にまあもちろんこう引っ張られるじゃないですか、イヤホンでつながってるんで携帯。それがすごくあってなって、ちょっと痛かったので、AirPods ってやっぱすごく便利だなって改めて思えたので、ちょっと今回紹介しました。まあそうやって動画を見る以外にも、私寝る時とかに音楽を聴くんですね。まあ、これも一緒で、バーってこういろいろ音量を出したりするのも、まあ夜だし近所迷惑にもなるから、こうイヤホンをつけて聴くんですけど、そういう時にもすごい便利。基本こう耳につけたまんま、まあどうなんだろう、健康にいいのかはわからないんですけど、私はこうつけっぱなしでこう音楽を聴いてゆっくり過ごしたりとか、なんかよく YouTube とかでぐっすり眠れる音楽とかありますよね。そういうの私聞いたりしてるんですよ。イヤホンよりはこう引っかからないからすごく便利です。家にいることによって、 AirPods ってこう外で出かける時とかに使うアイテムのイメージあると思うんですけど、あ、めちゃくちゃ使えるなやっぱりっていう風に改めて思いました。慣れてしまうとこっちがもう便利ですね。続いてこれ紹介しようかな。ユクスのプロディジューオイル、知ってる人多いと思います。これずっと気になってて、で私楽天でね最近購入して、毎日ボディオイルとして使っているんですね。お風呂上がりのこう口コミとかをよく見てると、本当に香りが甘くて癒されるっていう意見がすごい多くって、確かにそうですね、すごい癒される甘くて。で私これ知らなかったんですけど、こういうミストタイプなんですよ。こういう感じ、なんかこうピュって出したらこう液がこうドボッと出る感じかなと思ってたので、ミストタイプなのがこう全体にというか、パッパッパってお風呂上がりにすぐつけれるのがすごい気に入っています。結構長時間香り保ってくれますね。朝起きた時でも私は割と漂ってるかな、香りが。でいい感じにしっとりとなってくれるので、すごく気に入っているし、もしなくなったらまたちょっと解体したいなと思ってます。見た目も可愛いですよね、飾ってて。これをつけるとすごい、なんて言うんだろうな、ちょっと上品な気分になれるというか、あー今自分にいいことしてるんだなって気分にすごいなれます。はい表現難しいんですけど、なんかだからすごい好きです。一日の疲れをすごい、なんだろう、この香りで私は癒されるので、まあ好き好きあると思います。こうつけててちょっとこう気分が上品な感じになれるので、すごい気に入っているアイテムですね。じゃあ次、&B のファンシーラー、これね毎日これですね、私お化粧するときは。まあ基本的にめちゃくちゃダラダラしない日以外はお化粧はするようになりました。まあバッチリまではしないけどね、結構ナチュラルな感じのメイクをするようには最近はしていますね。まあでその時にすごい使えてるアイテムですね。まあ石鹸落ちできるっていうのがまず個人的に魅力なのと、使っててコンシーラーってパサパサなったりとかヨレが気になるじゃないですか。でもこれは名前がファンシーラーっていうことで、ファンデーション
が入ってるものになるので、そこまでパサつかずでよれることもなく、綺麗にこうフラットな感じにお肌を見せてくれるので、今日も今使ってるんですけど、すごくいいですね。あのニキビ跡とかもカバーしてくれるし、これはねなくなったらちょっと買い足したいなと思ってます。で、次がウカの、スカルプブラシですね。これは、購入品で紹介しましたね。めちゃくちゃ気持ちいいし、すごく癒されますよ。なんだろうな、なんかやっぱ今まで手で洗ってたよりはすごいこう洗い上がりがすっきりする感じもあるし、マッサージ効果もねもちろんこれあるので、なんかこう朝起きた時に今までだったらちょっとこう重たいなみたいな感じとかがあったのが、これをこう最近ずっと購入してから使い続けてるからか、その重たい感じがなくなったんですね。やっぱりこうほぐすっていうだけでもだいぶ違うんだなと思って、なんかまあ別にシャンプーの時以外にも使ってもいいみたいなんですけど、私は基本的にはあのシャンプーで泡立てた後にこれでガーッと洗う感じで使ってます。特に私パソコン使うことが多いので、このこめかみあたりが本当に疲れたり痛くなっちゃうんですね。だからもうこうやってぐーっと優しく押しながらゴリゴリってしてあげるのが本当に気持ちいい。頭蓋骨矯正の話をね以前させていただいて、今はもう行ってないですね。去年の秋ぐらいから行ってない、夏くらいまで行ってたんですけど、でたまに頭がちょっとまた凝り始めたな、痛いなと思ったら行くっていう感じでたまに行っているんですね。でも今こうやって行けないじゃないですか。だからこういうのでそういう時はほぐしてあげるといいと思います。まあいろいろ電動のものとかあるんですけどね、お値段がまず手軽に買えるものかなと思うので、まず一旦これでちょっと疲れたなと思ったらケアしてあげると、まあ、そんなにこうストレスを抱え込まずにほぐされていいおうち時間が過ごせるんじゃないかなと思って、はい、紹介しました。では続いてこれもコスメキッチンの購入品で紹介したアンティポティーズのオーラマヌカハニーマスク。コスメキッチンで購入したもの、よかったら見ていただけるといいかなと思うんですけど、全部当たりだったし、すごく私に合ってたものだったんです。でも中でも、まあ、このスカルプブラシと、マヌカハニーマスクが私の中で、まあ、上位だったんですね。まあ、スカルプブラシはさっき話した内容っていう形で、これは使った時の感動がすごく大きかったんですよ。全部洗顔も終わった後にこれをこう顔全体に塗って、首まで塗るといいんですけど、こう塗って15分後に洗い流した後がお肌が滑らかになるというか、なんか顔色がパッと明るくなる感じがあるんですよね。でそれが翌日までちゃんと続いてる。で翌日のお化粧をした時のノリもいいし、これを使った後のスキンケアもすごく浸透がよく感じる。わあ、なんかこうすごい人気な理由が本当に分かって、めちゃくちゃ感動したアイテムでした。あとは鎮静効果もあるみたいなので、まあこれは個人差があると思うんですけど、私の場合は、赤みが出やすいんですよ、頬のあたりとか。だからそういう時とかもこれを使うと本当にそれがこう落ち着いて、水分がちゃんとこう入ったような感じが、それが落ち着いてくれたりも個人的にはあったので、まあ週に1回2回ぐらいのペースで私はこれをやってますね。続いてはこちらなんですけども、いきなりね食品なんですが、すごく私の大好きな飲み物たちです。朝1本は飲んでます。これの楽天でセット売りがあって、1本あたりもすごい普通に買うよりは安いので最近買って家族みんな飲んでいるんですけど、これとあとベリー味とグリーンスムージー味があるんですけど、私はまあ一番ここの2つがすごい好きですね。まあ朝飲むことも多いけど、朝飲まなかったりとかしたらちょっと小腹が空いた時とかはこういうのを飲んでいます。まあ飲みすぎは良くないと思うんですけども、いやでもこれはすごい好き。豆乳がすごい好きなので、バナナも私初めてこれは買って飲み始めたんですけど、すごいまろやかで美味しかった。私が買ったサイトが4種類選べるんですね。でその種類も結構豊富に元からあるので、
まあ、今回これとこれと、ベリースムージーとグリーンスムージーの4個にしたんですけど、またこう購入するときには違うのとか頼んだり、まあ、この2本は気に入ってるので、まあ、この2本はまた固定してでまた違う2本を頼んでという形にしてもいいかなと思っています。まあお菓子とかを食べるよりはいいかなと思って、はい、お腹空いた時とか朝ごはんとかによく私が飲んでいるものを紹介させていただきました。すごいなんか元気になれる、飲んだら。はい、はい、ではそしたらあと次が物というよりアイテムになっちゃうんですけども、スウェットです。まあ今着てるような感じのものですね。まあおうちコーデの紹介をさせていただいたんですけど、まあいろんな洋服に着替えている中で、まあやっぱり一番スウェットが楽ですよね。うん、楽だし、やっぱこうキュってなんか手洗う時とかもこうやってすぐまくれるし、何でもスウェットに合うじゃないですか。ボトムスとかもね、まあ楽だなっていうことで入れました。すごい着てましたね今月。特に暖かい日もあればこうちょっと気温が寒いなみたいな日とか、まあ、朝とかちょっと寒かったりしたじゃないですか。スウェットが一番こう気温の調節もしやすかったからっていうのもあるかな。まあ、ちょっと簡単に紹介しますね。私の今着てるのが1年前くらいかなに、購入した、スライと、どこのなんか多分コラボしてるやつだった気がする、これと、ちょっと今1個はね妹が着てるから紹介できないんですけど、グレーのスウェットがもう1個あるのと、これアクネのやつで、まあ、シンプルにユニクロのこういうのとか、まあ、これを私は、まあ、ランダムで着たりしています。いやだから今すごい欲しいんですよ。まあちょっともうね5月に入ったら暖かくなるからちょっと暑いかなと思うので、ビッグシルエットの T シャツとかすごい狙ってます。ロン T 欲しいんですよ。でもなんかこうピンとくるものに今まだ出会えてなくって、メンズで探したがいいのかな、うん、なんかスウェットも欲しい。あんまりこう厚手じゃないもの、何かこういろいろおすすめのがあればぜひ教えてください。はい、一番最後は GU の購入品でも紹介したこちらのストレートのパンツですね。めっちゃ履いてるこれ。このスウェットに合わせて履くこともあるし、まあ T シャツとか着たりカーディガン合わせたりとかも何でも万能に使えるのと、形がすごい綺麗なんですよね。なのに履いててきつくない、楽に履けるからすごい活躍してくれてる。いやなんか最近ちょっとまた動画にしたいなと思ってるんですけど、 GU のオンラインをねまた今朝見てたら可愛いのが新作がたくさん出てたんですよ。だからちょっとそれも購入したいなと思ってるので、まあ、このパンツも色違いを買っておこうかななんて思ってます。この状況がね一旦落ち着いたとしても、まあ、不要不急の外出は控えたがいいと思っているので、ってなると家で過ごすことがやっぱり増えると思うんですね。もっとだから、まあ、持ってる方が使えるし、まあ、もちろん家以外でも履けるから、うん、夏場も履けるしいいかなと思って、ちょっともう一個違う色も狙っています。はい、まあという感じで以上が4月のお気に入りたちでした。どうでしたかね。結構お家で過ごす時の私の、お気に入りアイテム、有意義に過ごせるものたちをご紹介させていただいたんですけども、全部おすすめです。あ、でもこれに関しては、まあ、飲んだことある人多いと思うけど、すごい美味しいからぜひもしよかったら買ってみてください。まあ、もしよかったら皆さんのお家で過ごす時の有意義になるアイテムがあれば教えてください。本当はねスイッチも欲しいんですけど、手に今なかなかねできない状態みたいなので、まあ、それはちょっとまたおいおいっていう感じで、私もあつ森やりたいです。できないないからね。まあそんな感じで、まあ、今日は4月のお気に入りの紹介をさせていただきました。はい、ということで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。